J1 リーグ2023年シーズンも大詰めを迎えています。残り3節となり、サンフレッチェ広島は理論上2位までは可能ですが、残り3試合にマリノスが全て負けて、サンフレッチェが全勝しても得失点差13を逆転しないといけないので、現実的には3位までとなりそうです。本日は3位になった場合の賞金配分金 ACL について考えたいと思います。になると順位賞金として6000万円が獲得できます。次に理念強化配分金として、3位では2024年に1億5000万円、2025年に7000万円と2年間で合計2億2000万円獲得できます。またダゾーンの視聴者数によっても配分金が獲得できます。2022年 SNS フォロワーランキングで10位のサンフレッチェ広島、なんとかランキングに滑り込んで配分金を獲得してほしいですね。次に ACL についてです。 ACL は 2023-24 シーズンから秋春戦に移行していますが、2024-25 シーズンから大会方式を一新することを発表しました。新 ACL 大会方式ですが、上下を真似したような3つの階層に分かれています。トップカテゴリーの大会に出場するのは東地区と西地区のそれぞれ12チームずつです。また2023-24 大会から外国人枠は5人プラス1人のアジア枠に拡大されますが、2024-25 大会からは外国人枠が完全撤廃になります。AFC チャンピオンズリーグエリートはアジアナンバーワンのクラブを決める大会になります。優勝すればクラブワールドカップへの切符を獲得できます。 AFC チャンピオンズリーグ2は現行の ACL を踏襲しています。 AFC チャレンジリーグは前年度の AFC コンペティションランキングの東地区、西地区のそれぞれ上位5カ国を除いた地域のクラブで行われるカップ戦です。現行の ACL で本戦に参加するのが難しい国のクラブがメインになります。 ACL2 の予選リーグやプレーオフで敗退したクラブにアジアチャレンジリーグへの出場権を付与することも検討されています。 AFC クラブコンペティションランキングは2014年にアジアサッカー連盟 AFC が立ち上げた AFC 参加協会におけるクラブチームの国際大会成績に基づくランキングシステムです。ランキングは AFC チャンピオンズリーグ ACL と AFC カップの過去4年間に参加したチームの結果に基づいて決められます。 ACL 2024-25 シーズンの日本出場枠は3プラス1となっています。2024から25年の ACL の出場枠は浦和レッズ優勝による日本勢の活躍、中国勢の失速により3プラス1に確定しました。2024から25年からは最上位のアジアチャンピオンズリーグエリートに3クラブ、中位のアジアチャンピオンズリーグ2に1クラブが本戦から参加する予定です。サンフレッチェ広島が2023年 J1 リーグで3位になるとアジアチャンピオンズリーグ2の出場権が得られる見込みです。現状の出場枠での予想される振り分けは、アジアチャンピオンズリーグエリートには J1 リーグ1位、2位と天皇杯優勝の3クラブ、アジアチャンピオンズリーグ2には J1 リーグ3位のクラブが振り分けられる予想です。ただ前回大会優勝枠がどうなるか未定の部分もあり、2023から24年 ACL のように浦和が優勝したため J1 リーグ3位のクラブが参加できないケースもあります。賞金ですが、アジアチャンピオンズリーグエリートでは桁違いの優勝賞金となっています。優勝したクラブはおよそ18億円、準優勝は9億円、そして全ての参加チームに約50億円が分配される予定です。 AFC チャンピオンズリーグ2の優勝賞金は予定で400〜600万ドル、日本円で6億円〜9億円と、こちらも魅力的な賞金となっています。今回の話をまとめると、リーグ3位になると賞金として6000万円、それに伴い J1 理念強化配分金が1年目に1億5000万円、2年目に7000万円、2024から2025年シーズンの ACL 出場権が獲得できます。
また、サポの視聴者数が増えれば、ダゾーン理念強化配分金も獲得できます。新サッカースタジアムで勢いに乗るサンフレッチェですが、23年1月期には大幅な赤字を出し、15億円規模の第三者割当増資を実施して、債務超過の可能性を回避している。経営面で非常にありがたい賞金や配分金をしっかり狙っていきたいところです。というわけで残り3試合全部勝てるように応援しましょう。